じゃあ月岡義俊はどうやって生き延びたのかっていうと、月岡義俊はね、あくまで浮世絵だったんですよ。じゃあどうすんのっていうと、その浮世絵をパワーアップさせる、アップデートする、革新するということで生き延びたんですよ。だから月岡義俊の浮世絵っていうのは江戸時代の浮世絵とガラッと雰囲気が変わります。まずね、アングル構図がめちゃめちゃ独特になるんですよ。なんか斜めから見てるなみたいな感じの構図を取ってみたりとか、なんかすごい奇抜な構図、アングルを使うことが非常に多くなるんですよ。でそれにプラスして、線がねめちゃくちゃシャープなんですよ。太細、こう強弱がめちゃくちゃあるなっていう、こういう風な表現っていうのが、月岡義俊の浮世絵の特徴になります。であと、多彩な色彩とグラデーションになります。この色彩の豊かさっていうのもね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思うんですけども、そうすることで浮世絵をめっちゃパワーアップさせて、一言で言うと垢抜け感がやばいっていうのが、この月岡義俊の浮世絵になります。